映画化もされたエドとロレイン・ウォーレン夫妻が1976年に行った超常現象調査で撮影されたこの写真には、奥の部屋からカメラを見つめる少年が写っている。ニューヨーク州アミティビルにあるこの家は、長男による一家惨殺事件が起きたことで有名であり、この写真は数十年にわたりその真偽をめぐって物議を醸していた。常識的な見解としては、この例のような人影は調査員仲間のポール・バーツがひざまずいている姿だと言われているが、これは本物の心霊写真で、犠牲となった弟ジョン・デフォエの姿だと信じる者は多い。こちらは1913年にモンゴルで撮影された死刑になった女性の写真。この箱は定住しない遊牧民が使用した携帯型監獄で、彼女は餓死の刑に処せられているようだ。彼女の罪は不明であるが、この大きな木箱の中に閉じ込められ、人里離れた場所でゆっくりと生き絶えるまで放置された。彼女に与えられた唯一の食べ物は蜂蜜と下剤だけで、後に彼女の死骸を食べ、体内に卵を見つける虫を引き寄せるためである。この食事は1日1回与えられ、その時に木箱の穴が開けられた。それ以外は穴は閉じられ、真っ暗闇の中で過ごす。この木箱の中で空腹と喉の渇き、暑さと恐怖、そして孤独に最後の日まで耐えなければならない。これは1925年にロンドンにあるマダム・タッソー老人形館が火事になった時に救出された人形である。人形のリアルさと惨状が相まって、バラバラ殺人の現場のように見える。火災の鎮火に1時間半かかり、国会議員や世界の指導者、スポーツ選手や歴史上の人物の人形が燃えた。目撃者によると、赤と金色の激しい炎がビルの屋上から15メートルも上がり、ジュージューと音を立てて燃える人形の音がはっきりと聞こえたという。この壊滅的な火災で最上階は全焼し、人形館は数年間活動停止。この時多くの商売道具を失ったが、80年後にはネットで拡散されることになる。この写真は1979年シドニーのルナパークにある幽霊列車のアトラクションの外で撮影されたもの。このダミアン少年は両親と弟とこの遊園地で1日を過ごし、最後のチケットで幽霊列車に乗ることに。乗る前に母親のジェニーが園内の着ぐるみキャラと一緒に息子を撮影。この後、夫と息子たちが乗り物を楽しんでいる間、母親はアイスクリームを買いに行く。彼女が戻ってくると、なんと幽霊列車から煙が昇っているのに気づき、結局火事で完全に燃えてしまった。火災発生時に35人が乗車しており、夫のジョン、息子のグレイグとダミアンと共に亡くなった。出火原因は今も謎のままで、配線の欠陥や悪事を疑う者もいる。オーストラリアの実業家で裏社会の実力者エイブ・サフランは、自分の利益のために地元で少なくとも7件の火事を起こしたと噂されていた。サフランはこの数年前にもルナパークを買収しようとしたが断られており、腹いせに遊園地を閉鎖させようとこの火事を起こしたのではないかと推測されている。事故からしばらくして、幾分気力の戻った母親があの日に撮影した写真に目を通すと、ダミアンと並ぶ角の生えた着ぐるみ男が気になった。彼女はこの男が何も言わずに家族に近づき、息子の肩に静かに手を置いたことを思い出した。男は幽霊列車担当の役者だとばかり思っていたが、ルナパークは着ぐるみの俳優を雇ってはいなかった。火事が発生する直前に撮影されたことから、この男が何らかの形で事故に関与していると考える者も多く、さらにはこの悪魔のような姿は不吉な前兆が具現化したものといった意見もある。この男を特定しようと広範囲に及ぶ調査が行われてきたが、身元は依然不明のままである。ニューオリンズで開かれた幸せそうな結婚式に予期せぬゲストが現れた。カメラマンが近くの屋上から撮影していると、右手に大変不吉なものを発見。隣接する家のバルコニーに謎めいた者たちが並び、結婚式を眺めていた。
黒いマントに身を包み、尖ったフードをかぶった彼らはカルト集団だと噂された。ネットに投稿されるとすぐに話題となり、多くのユーザーが気味悪がった。デジタル加工された写真だとの意見もあったが、実際に撮影された写真である。とはいえ、真相はある小説に刺激を受けて制作されたアート作品であった。作品は2011年11月に公開され、2012年5月まで展示されていた。こちらは1930年代にアメリカの映画館に集まったミッキーマウスクラブの集会を撮影したもの。愉快なミッキーのお面がこれだけ集まると逆にホラーになってしまうようである。それでもこのクラブは全盛期には800以上、100万以上の会員を抱えるまでになり、午後は映画とライブステージ、その他の楽しい活動で劇場は盛り上がり、子供たちにとって活気に満ちたイベントとなった。クラブの魅力としては形式ばらず、子供たちは自分たちで役員を選出し積極的に活動に参加した。だがクラブ外の劇場から予想外の反発を受け、ディズニーは新規クラブのライセンス発行を停止。1933年までに多くのクラブが衰退していった。サンタローザの映画館では流行を反映して、1935年にはポパイ集会に変わったという。海外掲示板のあるユーザーが台所から叩く音や物音が聞こえた時に撮影した写真を投稿。その後彼は近況をこう報告している。心配してくれた人たちに感謝したい。最新情報だけど、これを見た後に荷物をまとめて家族のところに泊まりに行く予定だ。ルームメイトには僕がここを離れる理由を伝えたけど、彼らはまだここに残るって。ダイビングは常に危険と隣り合わせだが、洞窟ダイビングの危険度ははるかに高い。機材に問題が発生してもそのまま浮上することもできず、迷子になり立ち往生しているとどんどん酸素が減っていく。人命の損失を防ぐために多くの水中洞窟の外には警告の看板が立っているが、向こう見ずな探検家に効果は薄い。2005年1月8日、ベテラン洞窟ダイバーのデイビッド・ショーが南アフリカのブッシュマンズホールに入った。ここは熟練ダイバーでさえ怯える入り組んだ洞窟で、何人もが命を落としている。10年前の1994年にはデイビッドの親友ディオンの命が奪われ、それ以来友人の遺体は洞窟に残されたままであった。ダイビング歴10年以上の彼は長らく行方不明になっていた友人の遺体を取り戻そうと決意。だが彼もブッシュマンズホールに入ったきり二度と姿を見せなかった。出発前、デイビッドはゴーグルに水中カメラを取り付け、回収作業の一部始終を記録。こちらが彼の撮影した最後の映像である。デイビッドは友人のゴーグルと遺体を見つけていたが、彼は水深220メートルでかなりの水圧にさらされ呼吸困難になっていた。友人の遺体が浮き始めた時、さらなる困難に直面。専門家は彼に友人の遺体はおそらく浮かばないと伝えていたが、実際には彼の体は石鹸のような状態になっており、洞窟から友人を引きずり出そうと奮闘しているうちに、デイビッドは遺体袋の紐に絡まってしまう。紐をほどこうとした時の疲労と呼吸困難が重なり、結局彼も亡くなってしまった。それでも二人の遺体はその後に無事回収されたという。こちらは人間動物園に展示された少女の写真である。名前は不明であるが、フィリピンのイゴロット族の一員である。1904年から14年の間に撮影されたとされ、当時フィリピンはアメリカの統治下にあり、この小さな子供は他の部族と共に故郷から連れ去られ、コニーアイランド動物園で猿やトカゲと一緒に展示されていた。手を縛られた彼女に来園者はピーナッツを投げつけたという。当時人間動物園は人気があり、アメリカだけでなくヨーロッパやアジア全域で占領された国の人たちを展示していた。原住民が遠い国から連れてこられ、世界のエキゾチックな戦利品として一般大衆に公開された。これは海外での植民地政策への支持を集めるために行われ、この者たちを見よ、彼らに自らを統治することなど期待できるはずがないといった主張を繰り返した。彼女や他の原住民は、
閉ざされた檻の中に入れられ、犬小屋から運ばれた犬を解体させて鍋を作らせた。全ては大金を払って見に来た客に衝撃を与えるためである。これが当時の主な娯楽であり、自称文明人の常連客を唖然とさせ、彼らはこの人たちの暮らしぶりを見てみろと蔑んだ。だが実際は主催者側が客が望むように先住民たちを演出していた。現実の先住民はそれほど原始的な生活はしていなかった。こちらは当時のイゴロット族の実際の服装であり、洗練された独自の文化を持ち合わせていたことがうかがえる。子供の手を縛らず、もし彼女が自由だったら普通に走り回って遊んでいただろうし、普通の子供と大して変わらないことが分かってしまうと動物園の意味がなくなってしまう。最終的にはイゴロット族をアメリカに連れてきた医師のトルーマン・ハントという人物が彼らの世話を十分にしなかったとして裁判にかけられ、イゴロット族はフィリピンに返された。ハントは彼らから物を盗んだこと、脅迫と暴力、アメリカへの移送で亡くなった2人の埋葬を拒否したことで有罪となったが、刑期はわずか18ヶ月ほどであった。これは大変信じがたい画像である。独占スクープ。かなり昔の、おそらくアラブの国かどこかで撮影された写真のように見える。やはり目を引くのは人間の中に紛れる異星人の姿であろう。まるで仲間であるかのように人と並んでポーズをとっている。もしこのような写真が本物だとしたら、歴史が一変してしまい、これまで信じていたことの全てが覆ってしまうかもしれない。宇宙人は我々が持っている以上に人類の生活に重要な役割を果たしていたのであろうか。もし隣人が宇宙人だと分かったら、あなたはどうするであろうか。次の写真はホイットニーという女性が海外掲示板に投稿したもの。彼女の家族はオクラホマ州の比較的田舎で暮らしている。ある日、彼女の母親が携帯電話の写真を整理していた時、奇妙な写真を3枚見つけた。それぞれ父親と末の妹と母親が寝ている写真であった。どれも同じ日の夜中3時頃に撮られたものだったが、家の中では誰も写真を撮っておらず、家族に無遊病者もいない。さらに母親の写真のサイドを上げてみると、背後に不気味な影が映っている。ホイットニーは投稿の中で、家で5匹の犬を飼っており、みんなちょっとした物音に吠えるが、この夜はどの犬も一声も発しなかったという。不法侵入なら犬が吠えるはずであり、この影のような亡霊の仕業か、それとも飼い犬がこっそり撮影したのであろうか。